最近TBS ラジオを出させてもらったんですよ。ほう、はい、え、普通のラジオ？普通のラジオ、はいはいはい、普通のラジオって、うん、緊張しますね、うんうん、え、TBS 赤坂？赤坂の、はいはい、TBS までお邪魔して、はい、スタジオで、はい、その番組のパーソナリティの方とか、うん、いろんなもうたくさんの人が関わってるんだなと思って、うんうん、ラジオ番組っていうのは、うん、なんで呼ばれたんですか？あのね、4月から始まった都市型生活情報ラジオ興味 R っていう番組があるんですよ、うん、月曜日、毎週月曜日、うん、6時から7時半かな、うん、その中の1コーナーで、はい、最近ネットの話題はどんなのがありますかとか、うん、こういうのをちょっと解説してくださいみたいな、うん、まあ割とインターネットの、うん、なんやかんやを、うん、ちょっと解説する人みたいな感じで5、6分出てるんですけど、うん、え、出てる？まだ出てる。定期的に？定期的にですね。へえ、はい。来週とかも、来週っつってもこの、そうですね、いつの来週か分かんないと思いますけど、はいはい、まあ、でも週1？そうっすね。出ない時もあると思うんですけど、はい、前アベマの時はなんだっけ、アベマは3週間に1回かな。そうですね、なんか変わる変わるになってたじゃないですか。そうすね、あんな感じにはならない。今回はもうなるみさん。そうっすね。はい、興味ある、うん。TBS ラジオで夕方6時から、はい、6時半。うん、聞いてみよう。よかったら聞いていただけたら。TBS ラジオってあれですよね。ラジオクラウドみたいなのでネットで聞けますよね。うん、なので過去のも聞けますね。先週先々週のも。うん、どうでした？どうですか？やっぱね、ラジオ。ちゃんとしてるなっていう。まあ当たり前ですけど。はいはい。僕にとってこのポッドキャストをやってきたのと、はい、ラジオ番組の作り方、ラジオ番組でどうやって作ってるのかってまず気になってて、うん、はい、それが知りたかったんですけど、はい、やっぱちゃんとしてるなと思いました、ね、はい、ちゃんとしてるって何ですか？台本、台本がある、一語一句全部決まっている、なんか流れがあって、うん、例えばこういう話題を扱いますと、はい、そのパーソナリティの方がこういうふうに最初出だし喋ります、うん、こういう質問するんでざっとこういうふうに答えてくださいみたいな、まあ、過剰書きみたいなのがあって、はい、で一言一句言うわけじゃないんですけど、まあ、その台本にざっとした流れ書いてあるんで、うん、みんながそれを共有してるので、あ、この人に多分この後振って、この人大体こういうこと返してくるから、なんかこうツッコめばいいのかなみたいなのが、なんかそういう認識がなんとなくできるのって結構やりやすいんだなっていうのが。それは脱線はしないんですか？いや、脱線もしますね。まあ、全部が全部 その通りじゃないんで、うん、ちょこちょこ横に添えたりするんですけど、うん、まあ、最後はこういうふうに終わりましょうっていう着地点ぐらいはあると。エチオピアにムルシ族っていう唇にお皿入れてる人たちがいるんですよ、うん、はいはい、テレビで見たことありますよ、ね、そう、うん、あれってみたいな話をいきなりされてそのままそっち行くとかはないんです、うん、逆そこまで変な方向に行くとダメだよね。全然違う話だから、ね、そう、うん、これはどんぐりでも、うん、僕たちのでもちょっとさすがに、そうですね、困りますよね。なるほど。そうそうそう、でもそれがちゃんと比較的決まってるんですね、うん、そうですね。へえ。あとその台本作るにあたって、はい、放送作家の人っていうのが作るんですね、その台本っていうのは。ほうほう。放送作家っていうのはそのラジオの構成とかを考えて、うん、この人はこういうこと聞いて、うん、この人はこういうふうに答えればいいんじゃないかみたいなのを、うん、まあ、台本に仕立て上げる人なんですけど、昔なりたかったです僕。あ、そうなんですか。ラジオの放送作家、どうやってなんですかね、ああいうの、ね、うん、でその人と収録前にちょっと雑談して、うん、でその雑談した内容がその台本としてちょっと入っている、うん、成り立ってるんですよね。え、それ収録前に少し話したのがもう数時間後の収録、そうですね、月曜日に収録終わってちょっと話したのが、はいはい、翌週に翌週用のになるんですけどね。あと番組中に音楽がかかる。ほう、うん、ラジオってそれ違うことだなと。ええ、それでは聞いてください、中島みゆきでファイトみたいな、うん、音楽がかかるなって思って、かけます。僕たちもかけちゃいけないんじゃないですか、やっぱ。うん、MP3 とかを貼っちゃダメそうな気はしますね。ちょっと僕法律詳しくないんで分かんないですけど、うん、ちょっとダメそうな。これさ、音楽が流れたらさ、なんかやっぱジャスラックに怒られるじゃないですか。はい、うん、それはダメそう。これって自分たちの作った曲だったらいいのかな。ああ、それはいいんじゃないですか、うん、自分たちが歌った曲は。それでは聞いてください、なるみさんで名もなき歌。いや、そういうそれもダメでしょ。え、ダメなんですか。だってそれはさ、人の曲だからさ、自分たちで作詞作曲した曲じゃなきゃダメなんじゃないですか。おお、なるほどね、うん、そうか。え、それじゃあ
ミスター・チルドレンで名もなき歌ですどうぞって言って、うん、ふーいやー疲れましたねってお水飲んでそう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 、あー、それがすごい新鮮だったの、はいはい、で、あの、あ、もう終了まで、あの、曲終了まで30秒前ですみたいな、みたいな、おー、あとね、締めの言葉でエコーとかかってるなと思った。どういうことですか？例えば、なんだろう、そのコーナー終わるときに、うん、なんかそのパーソナリティの方が締めの取りまとめた言葉を言うんですけど、うん、そこになんかちょっとエコーかかってて、はい、あ、締めっぽいなみたいな。へー、うん、それでは来週もどんぐり FM レッツトライ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 、そんな感じかな意味が分かんないですけど、まあ、レッツトライの意味はでも、え、それ、うん、あの後から、うん、そうか、もう喋ってるのがそのまま生で聞こえている、うん、世の中に。そうです、そうです、生放送なんですよ。そうか、じゃあ別にそれを、うん、あの MP3 でそのままあの、うん、1回音源に、うん、あのロジックとか使ってエコーってやってるわけじゃない、あの多分外にいるそういうスタッフの人が、はいはい、この瞬間エコーっつってやってるんじゃないですかね。レッツトライトライトライみたいな。あと生放送ってやっぱ緊張するなと思って、はい、つまり自分が喋ってるその瞬間、うん、TBS ラジオからは自分の声しか出らないって、うん、怖くないですか。なんか確かにすごいことだなと思って。4秒でしたっけ、あの黙ると放送事故ですよね。そうなの？そうそう、ラジオ確か4秒だった気がする。へえ、怖いっすね。うん、そうしたらあの公式に謝罪文かなんかマジで、あのごめんなさいを出さなきゃダメなんですよね。じゃあなんか4秒だっけ、うん、ちょっと返答に詰まって、うん、なんだっけって4秒考え込んだらダメなんだね。確か4秒だ、ちょっとあのすいません秒数うろ覚えですけど、でも確か1桁秒ですよ。でも4秒って結構長いっすよね。これぐらい、これはもうダメでしょうこんなん聞いたことないもんねそうそう、うん、なので多分なるみさんがうーんってなったら、うん、いやーなるみさんが考えてます間ねっていうつないかなきゃいけないと思うんだ、はい、そっか。これきっかけっていうのは、うん、その番組のプロデューサーをされている、うん、ハシピーさんっていうね、うん、有名なプロデューサーがいらっしゃって、うん、この人方はあの TBS ラジオのすごい有名な番組、うん、あの安住紳一郎歌丸さんの番組とかね、ジェーンスーナーのお湯番組とかを手掛けた方でね、うん、その人は僕のブログをずっと読んでくれたみたい でブログをもとにラジオの企画も考えたことがあるとおっしゃっていて、はいはい、なのでせっかくなので出てみませんかとご連絡いただいて、はいはい、あともちろんどんぐり FM も聞いてくださるそうで、じゃあこれ聞いてるかもしれない、ハシピーさん、うん、あら、いろいろアドバイス聞いたんですよ、はい、一体僕らはどうすればいいんでしょうかってからあの緩い感じがいいんじゃないんでしょうかと、はい、言っていただきまして、ゆるい感じでなんかあの言われますけど、うん、すごい僕は心外で、うん、ゆるくしてるつもりが一切ないんですけど、まあ、真剣ですけどね、そう、うん、なぜかゆるい、あんまりプロっぽくなるとそれはそれでなんかねゆるくない、うん、今のままがいいんじゃないかっていうおかしいな、もっとなんかプロっぽく喋ってるつもりなんですけど、ね、そうそう、うん、だからね、僕もちょっとその TBS ラジオの経験をね、うん、ドングリーヘムにもフィードバックしたいなと思うんですけどね、いいですね、うん、もしかしたらね、うん、あのどこかのタイミングでどんぐり FM5 分間もらうとかね、うん、そうですね、あのゴールデン進出するみたいな感じでね、はいはい、僕たちが、うん、あの丸ごと TBS ラジオ行って、うん、いやーどんぐり FM ですって言って、夢はそれですね、あ、うん、5分、あ、いいですね、ね、夢があります、夢ができたな、目標ができたな感じですよ、確かに、確かに、うん、夢は TBS ラジオでどんぐり FM を、はい、TBS ラジオって言ったら今ね1位の曲なんですよ、1位ですよね、確か、そうそうそうですよね、うん、もう十何年とか、うん、ものすごい期間、そうそう、ずっと1位でね、すごいね、ファンの多いところなので、はい、そうですよね、うん、もうなくなっちゃいましたけど、昔ポッドキャストにすごい力を入れていて、うん、僕はむちゃくちゃ聞いてました、なんだっけ、爆笑問題の、うん、のポッドキャストがね、一番すごかった曲なんですよね、爆笑問題、それが今アップデートしてラジオクラウドっていうサービスになったんですけど、そうそう、うん、うんうん、ポッドキャストで安住紳一郎の日曜天国、うんうんうん、日天とかすごい聞いてましたね、有名ですよね、うんうん、ぜひね、そこにね、うん、乗り込んでいきたいですね、どんぐり風、はい、